オズの魔法使い、19. 戦う機に攻撃される次の朝ドロシーはきれいな緑の少女にお別れのキスをしてみんな緑のひげの兵隊と握手をし兵隊は門のところまでついてきてくれました。 またもや出会った門の守備兵はこの美しい町を後にしてまた面倒ごとに出かける一同をとても不思議に思いましたでもすぐに眼鏡の鍵を外して緑の箱に収め道中の無事をたっぷり祈ってくれたのです「あなたはもう私たちの支配者でいらっしゃるのですから」 と守備兵はカカシに言いました。できるだけ早く戻ってきてくださいよ。できるなら確かにそうしよう。でもまずはドロシーがお家に帰るのを助けないと。とカカシは答えました。ドロシーは人のいい守備兵に最後のお別れをするにあたって、 こう言いました。この美しい町ではとても親切な扱いを受けましたしみんなとてもよくしてくれました。どれほど感謝しているか口では言えないほどです。言うまでもないお嬢さんと守備兵は答えました。わしたちもあんたに残ってほしいんだが カンザスに戻りたいと言うんなら道が見つかりますようにそして外壁の門を開けたのでみんな前進して旅に出発しました友人たちが南の国に顔を向けると太陽がまばゆく照りますみんな息揚々で笑ってはおしゃべりしました ドロシーは再び家に帰れるという希望いっぱいで、かかしとブリキの木こりはドロシーの役に立てるのが嬉しかったのです。ライオンはというと、新鮮な空気を喜んで嗅ぎ、田舎にまた来られたという純粋な喜びで尻尾を左右に振るのでした。そしてトトはみんなの周りを走って、 ガヤ、蝶を追いかけ、いつも楽しげに吠えていました。都会の暮らしは全く性に合わんよ。とライオンは足早に歩きながら言いました。あそこに暮らしてだいぶ肉が落ちたから、他の獣に自分がどれだけ勇敢になったかを見せたくてたまらないんだ。 みんな振り返ってエメラルドの都を最後にもう一度眺めました。見えたのは緑の壁の向こうにある塔や屋根の塊だけで他の全てのずっと上にはオズの宮殿の先頭やドームが見えました。考えてみれば オズはそんなに悪い魔法使いじゃなかった。とブリキのキコリは胸の中でカタカタ言う心を感じながら言いました。僕に脳みそをくれる方法も知ってたしね。それもとってもいい脳みそだよ。と、カかし。私にくれたあの勇気を オズも自分で飲めばよかったんだ。そうすれば勇敢な人物になれたのに。と、ライオン。ドロシーは何も言いませんでした。オズはドロシーとの約束は果たしてくれませんでしたが、できるだけのことはしてくれたので、許してあげることにしたのです。オズが自分でも言っていたように、 ダメな魔法使いではあっても善人ではあったのですから初日の旅はエメラルドの都の四方に広がる緑の草原と明るい花畑を通るものでしたその夜は草の上で眠り頭上には星しかありませんそしてみんなしっかりと休みました 朝になってみんなが旅を続けるうちに深い森にやってきました。目の届く限り左右に広がっているので避けて通るわけにもいきません。それに迷子になるのが怖かったので旅の方向は絶対に変えたくありませんでした。そこで森に入るのに楽そうな場所を探しました。 先頭にいたカカシは、やっとのことで枝を大きく広げた木を見つけました。広がった枝の下は、みんなが通れそうなくらい開いています。そこでその木に向かって歩きましたが、最初の枝の下に来た途端、それが曲がって降りてきて、カカシに絡みつき、次の瞬間には、 地面から持ち上げられて、頭から旅仲間たちのところに放り出されてしまいました。カカシは怪我はしませんでしたが、びっくりはしまして、ドロシーが助け起こした時にも、ちょっと目を回している様子でした。木の隙間なら、こっちにもあるぞ。と、ライオン。 まずは僕が試そう」とカカシが言いました。「僕は投げられても痛くないから」。そう言いながら別の木の方に歩きましたがその枝もすぐにカカシを捕まえてまた投げ戻します。「変ねえどうしましょう」とドロシー。 木は我々と戦って旅を邪魔するつもりらしいぞ。と、ライオン。では、私が試してみよう。と、木こりは斧を担いで、かかしを手荒に扱った最初の木のところに向かいました。大きな枝が曲がってくると、木こりは思いっきり斧で切りつけて、 ままたにしてしまいましていすぐに木は痛がっているかのように枝を全部震わせだしブリキの木こりはその下を安全に通り抜けたのです「おいで急いで」と木こりは他のみんなにとなりましたみんな走って怪我もせずに 木の下を通り抜けましたがトトだけは小さな枝につかまって遠吠えするまで揺すぶられましたでも木こりはすぐにその枝を切り落とし子犬を自由にしてあげました森の他の木は何も邪魔するようなことはしませんでしたので枝を曲げられるのは最初の列の木だけなんだと思いました 多分あれは森のおまわりさんで、よそ者を締め出すために、あのような不思議な力を与えられているのでしょう。旅人4人は、らくらくと木の間を歩きましたが、やがて森の向こう端にたどり着きました。すると驚いたことに、そこには高い壁があって、 どううも白いいででできているようです。「お皿の表面のようにつるつるでみんなの頭よりも高い壁でした」「さあどうしましょう」とおロとろし「はしごを作るよこれはどうしても壁を越えるしかないもの」 とブリキの木彫りが言いました。20. な瀬戸物の国木こりが森で見つけた木ではしごを作っている間。 トロシーは歩きっぱなしで疲れていたので横になって眠りました。ライオンもまた丸まって眠りトトはその横に寝ていました。カカシは働く木こりを眺めながらこう話しかけました。どうしてこの壁がここにあるのか何でできているのかさっぱりわからないよ。 木こりは言いました「頭を休めて壁のことは心配するなって乗り越えたら向こう側に何があるのかわかるんだから」「しばらくしてはしごが完成しました」「見栄えはしませんでしたがブリキの木こりはそれがしっかりしていて目的には十分だと確信していました」 カカシはドロシーとライオンとトトを起こして、はしごができたと告げました。カカシが最初にはしごを登りましたが、とても不吉祥だったので、ドロシーがすぐ後ろから登って、カカシが落ちないようにしてやらなくてはなりませんでした。壁のてっぺんから頭を出したところで、カカシは、あらまあと言いました。 とまらないでよ」とドロシーがうながしますそこでカカシはさらにのぼってかべのてっぺんにすわりドロシーもまたかべのうえにあたまをだしてカカシとおなじように「あらまあ」とさけびましたそしてトトがあがってきてすぐにほえはじめましたがドロシーがそれをじっとさせました 次にライオンがはしごに登りましてブリキの木こりが最後でしたでも二人とも壁の向こうを見た途端にあらまあと叫びました壁のてっぺんで一列に座り見下ろしていたのはとても不思議な光景だったのです目の前には広い国が広がっていましたが そこには大きなお皿の底みたいにすべすべで輝く白い床がありました。全部瀬戸物でできた家がそこら中にあって、実に明るい色で塗られています。とても小さな家で、最大のものでもドロシーの腰ほどしかありません。それにきれいな納屋もあって、 瀬戸物の柵で囲ってあります。そして牛や羊や馬や豚や鶏もたくさんいて、みんな瀬戸物性で群れになって立っているのです。でも一番奇妙なのは、この変わった国に住む人々でした。父搾りの娘や羊飼いの娘たちがいて、 明るい色のコルセットをつけて上着のそこらじゅうに金の斑点がついていますそして実に豪華な銀や金や紫のフロックを着たお姫様たちそして羊飼いたちは膝までの半ズボンをはきそこにピンクと黄色と青の島が縦に走っていました 靴の留め金は金色です。そして頭に宝石のついた冠を乗せた王子様たちもいまして、アーミン毛皮のローブとサテンのダブレットを着ています。そしてしわくちゃの街灯を着た面白い道化師たちは、ほっぺたに丸い赤い斑点をつけて、背の高いとんがり棒をかぶっています。 そして何よりも不思議だったのはこれらの人はみんな服も何も全部瀬戸物でできていてとても小さくて一番背の高い人でもドロシーの膝ほどしかないということです誰も最初は旅人たちに見向きもしませんただとても大きな頭をした小さい紫の瀬戸物の犬が 壁のところにやってきて小さな声で吠えていましたがその後でまた駆け去ってしまいましたどうやって降りましょうかとドロシーが尋ねましたはしごは重すぎて引っ張り上げられませんでしたのでかかしが壁から転げ落ちてみんなはかかしの上に飛び降りて かたいゆかであしをけがしないようにしました。もちろんみんなかかしのあたまのうえにちゃくちしてはりがあしにささらないようにくしんはしました。みんながあんぜんにおりてからみんなはどうたいがかなりぺしゃんこになったかかしをたすけあげてわらをたたいてもとどおりのかたちにしてあげました。 反対側に出るには、この不思議な場所を横切るしかないわ。まっすぐ南に向かう道以外を行くのは賢明でないものね。と、どろしい。みんなはこの瀬戸物の人たちの国を歩き出しまして、最初に出会ったのは、瀬戸物の乳搾り娘が、瀬戸物の牛の乳を搾っているところでした。 近づいてみると、牛はいきなり蹴りつけて、椅子とバケツと乳搾りの娘を蹴倒しまして、それがみんな瀬戸物の地面に落ちて、ガチャガチャ大きな音を立てました。牛の足が折れてしまい、バケツもいくつもの小さな欠片になって転がっていたので、ドロシーはそれを見てショックを受けました。 かわいそうな乳搾り娘も左の肘に傷がついてしまいました「ちょっと!」と乳搾りの娘は怒って言いました「何してくれたのよ牛の足が折れちゃったから修理屋に行ってのり付けしてもらわなきゃじゃないのここに来てうちの牛を脅かすなんてどういうつもりよ」 本当にごめんなさい。許してね。と、ドロシーは答えました。でも、きれいな乳搾りの娘は、かんかんで返事もしません。むっつりと足を拾い上げると、牛を追い立てて、その哀れな動物は、三本足でひょこひょこと歩いていきます。離れながらも、 父絞りの娘は肩越しに何度も恨めしげな視線を不吉祥なよそ者に向けて傷ついた肘を脇にしっかり押さえていました。ドロシーはこの事故を大いに悲しく思いました。ここではとても気をつけないと。と心の優しいきこりが言いました。 このきれいな人々を傷つけたら立ち直れなくなるぞちょっと先には実にきれいな衣装のお姫様がいましたがよそ者たちを見ると手前で立ち止まり逃げ出しましたドロシーはもっと王女様を見たかったので走って追いかけましたでも瀬戸物の女の子はこう叫びました 追いかけないで追いかけないでその声は実に怯えた小さな声だったのでドロシーは立ち止まって聞きました「どうして?」「どうしてって」と王女さまも安全なだけ離れたところで立ち止まって答えました「走ったら」 転んで壊れるかもしれないでしょでも修理できないのとい、ドロシー。そりゃあ、できますとも。でも修理の後では、前ほどきれいじゃなくなりますから。と、王女様は答えました。それもそうね。と、ドロシー。 ほら、あそこにジョーカーさんがいるわ。うちの道家師の一人よ。と、瀬戸物の夫人は続けました。いつも逆立ちしようとしているのよ。もう何度も壊れすぎて、百箇所くらい修理されたから、ちっとも綺麗じゃないでしょ。ほら来た。ご自分の目でご覧なさいな。 確かに陽気で小さな道家師が二人の方に歩いてきまして赤と黄色と緑のきれいな服を着てはいてもそこら中ひび割れだらけでそれが前後左右あらゆる方向に走りいろんな場所を修理されていることをはっきり示していました道家師はポケットに手を入れてほっぺたを膨らませて 生意気そうにうなずいてみせたあとでこう言いました。きれいなお嬢さん、なぜこの哀れな老中おさんをじろじろごらんになるんだね。しかもまるで身動きもせず、妙にすまし返えて、ひかき棒でものみ込んだかね。おだまりなさい。この人たちはよそ者なんだから。 敬意を持って扱うべきなのよ。なるほどこれが敬意でごぜい」と道家氏はきっぱり言ってすぐに逆立ちしました「ジョーカーさんは気にしないでね」とお姫様はトロシーに言いました頭にひどくひびが入っていて そのせいでバカになっているのよ。あらあたしはちっとも気にしないわ。でもあなたはとっても美しいわね。とトロシーは続けました。とっても大事にしてあげられると思うのカンザスに持って帰って M おばさんの暖炉の上に置かせてもらえませんか バスケットに入れて運んであげられるわ。そうしたら私はとても不幸せになるわ。と瀬戸物の王女様は答えました。というのもこの国にいれば思いのままに暮らせて好き勝手にしゃべったり動いたりできるわ。でも私たちがここから連れ去られると。 関節がすぐにカチカチになってまっすぐ立ってきれいに見えることしかできなくなるの。もちろん暖炉や棚や今のテーブルに置かれているときにはそれ以上のことは期待されていないのだけれどでもこの自分たちの国にいたほうがずっと快適に暮らせるわ。 あなたを不幸せにするなんて死んでもできないわ。とトロシーは叫びました。だから、さよならというだけにします。さようなら。と王女様も答えました。みんなは注意して瀬戸物の国を通り抜けました。 小動物や人々もみんなよそ者に壊されるのを恐れて我先に道をあけます。そして一時間かそこらで旅人たちは国の反対側についてまた瀬戸物の壁に突き当たりました。でも最初のものほどは高くなかったのでライオンの背中に立つとみんななんとかてっぺんによじ登れました。 それからライオンがうんとしゃがんで壁に飛び乗りました。でもちょうど飛んだところで尻尾で瀬戸物の境界をひっくり返し粉々に砕いてしまいました。あらあら、とおどろしい。でも本当のところ牛の足を折って、 教会をつぶしただけで被害が済んだのは運が良かったと思うわみんなとっても脆いんだものカカシも言いました確かにそうだね自分がわらせいで簡単には壊れなくてありがたいよ世の中にはカかしでいるよりひどいことってのがあるんだなあ ライオン獣たちの王に瀬戸物の壁から降りた旅人たちは沼や湿地だらけで背の高い不愉快な草に覆われたあまり気持ちのよくない国にやってきました歩くとすぐに泥だらけの穴にはまってしまいます 草が生い茂っているので穴が見えないからです。でも注意深く道を探すことでみんな安全に動き続けてしっかりした地面にまでやってきました。でもそこは前にも増して荒れていて草の中を長いことくたくたになりながら歩いた後でみんなはまた森にやってきましたが そこの木はこれまで見たどれよりも大きくて古いのでした「この森は実に素晴らしい」とライオンは嬉しそうにあたりを見回してきっぱり言いました「これほど美しいところは見たことがない」「陰気に見えるけど」とカかし。 ライオンは答えました。そんなことは全然ない。ここでずっと暮らせたらなあ。足の下の落ち葉も柔らかいし、古い木にくっついた苔も深くて緑だろう。野生の獣としてはこれ以上に快適な家は望めないよ。今もこの森に野生の獣がいるかも。 と、ドロシー、「いるだろうねでも一匹も見当たらない」とライオンは答えます暗くて前に進めなくなるまで一行は森の中を歩いて行きましたドロシーとトトとライオンは横になって眠りキコリとかかしはいつも通り見張りをしました 朝になるとまた出発です。さほど行かないうちに低いざわめきが聞こえます。野生の動物がたくさんうなっているかのようです。トトはちょっと鳴き声をあげましたが、他のみんなは誰も怖がりませんで、踏み固められた道をたどるうちに森の中の広場にやってきましたが、 そこでは何百匹ものありとあらゆる種類の獣が集まっておりました。虎や象や熊や狼や狐や自然の中のあらゆる動物がいて一瞬だけドロシーは怯えました。でもライオンは動物たちが集会を開いているのだと説明しましてみんなのうなり声やうめき方から見て みんなずいぶんこまっているなといいます。ライオンがはなしをしているとけものたちのいちぶがそれをめにして大集会はまほうのようにすぐにしずまりかえりました。いちばんおおきなトラがライオンのところにきておじぎをしてこういいます。百獣の王よようこそ。 われらの敵と戦って森の動物に再び平和を取り戻していただくのに実によい時においでくださいました何を困っているのかねとライオンは静かに言います。とらは答えました。我々みんな、 最近この森にやってきた凶暴な敵に脅かされているのです。実に巨大な化け物で大きな雲のようで胴体は象のように大きく足は木の幹のように長いのです。その長い足を八本持つこの怪物は森の中を這い回って足で動物を捕まえて口元に運び クモがハエを食べるように食べてしまうののです。この凶暴な生き物が生きているうちは我々誰も安全ではありませんのでどうやって身を守ろうかと集会を開いているときにあなたが通りかかったのですライオンはちょっと考えました「この森には他にライオンはいるのか?」。 と尋ねます「い,いえ前は言いましたが化け物がみんな食べてしまいましたそれにそのどれも大きさといい勇敢さといいあなたにはかないません」「私がその敵を始末したらみんな私にひざまずいて森の王者として言うことを聞くか?」。 とライオンは尋ねまよろこんでそうしましょう」とトラはこたえましたそしてほかのけものたちもすさまじいこえをあげました「そうしましょう」「そのでかいクとやらはいまどこにいる?」とライオンはたずねました あちらののの木の向こうです。と虎は前足で方向を示しました「この私の友人たちの面倒を見ていておくれ私はすぐにこの化け物と戦いに行こう」とライオンは言いました仲間にさよならを言うと敵と戦うために 誇らしげに出かけていったのでした大蜘蛛はライオンが見つけた時には横になって寝ていました実に醜い姿だったのでその対戦相手は気持ち悪くて鼻を背けたほどです足は虎が言う通り長いものでしたし体はごわごわの黒い毛で覆われています 大きな口には長さ30センチもある鋭い歯が並んでいます。でもその頭と膨れた胴体とをつないでいる首は、蜂のウエストぐらいの細さしかないのです。これを見てライオンは、この生き物を攻撃する一番いい方法を思いつきまして、目を覚ました相手よりは、 寝ている相手の方が戦いやすいと承知していたので大きくジャンプをするとすぐに化け物の背中に着地しましたそしてその鋭い爪を剥き出した重い前足を一振りして蛛の頭を胴体から叩き落としてしまいましたそして飛び降りてから その長い足がうごめかなくなるまで眺め、ちゃんと死んだことを確かめたのです。ライオンは森の獣たちが待っている広場に戻ると、誇らしげに言いました。もう敵を恐れる必要はないぞ。すると獣たちはライオンに王として頭を下げまして、ライオンは ドロシーが無事にカンザスに向かったら、すぐに戻ってきて。君臨することを約束しました。二十二。カトリングたちの国。旅人たち四人は。 森の残りを安全に抜けて、暗い中から抜け出してみると、目の前には急な丘があって、てっぺんからふもとまで大きな岩だらけです。これは登るのが難しそうだ。でもこの丘を越えるしかないなあ、とカカシ。そこでカカシが先に立ち、他のみんなが後に続きます。 最初の岩にたどり着きかけたとき荒っぽい声が叫びました。下がれ。君は誰とカカシが聞きました。すると岩の上から頭がのぞいてさっきの声が言いました。この丘は俺たちのもんだ。誰にも通らせないぞ。 でも、どうしても通らないと、カドリングたちの国に行くんだよ。と、カかし。行かせはしないぞ。と、声は答え、岩の後ろから出てきたのは、旅人たちが見たこともないほどへんてこな人でした。とても背が低くて、どっしりしていて、大きな頭を持ち、 そのてっぺんは平らで、シワだらけの太い首がついています。でも腕はなくて、これを見たカカシは、こんな手も足も出せなさそうな生き物なら、みんなが丘に登るのを止めることはできないだろうと思いました。そこで、ご希望に添えないのは残念だけれど、君たちがどう思おうと、 僕たちはこの丘を越えなきゃならないんだよ。と言うと大胆に前進しました。電光石火、男の頭が飛び出して首が伸び、平らな頭のてっぺんがカカシの胴体にぶち当たりまして、カカシはゴロゴロと丘を転がり落ちてしまいました。飛び出してきたのと同じくらい素早く頭は胴体に戻り、 男は恐ろしげに笑って言いました。思ったほど簡単じゃないぞ。想像しい笑い声が他の岩から聞こえまして、ドロシーが見回すと何百人もの腕なしトンカチ頭たちがどの岩の陰にも一人ずついるのでした。ライオンはカかしの不幸で生じた笑いに腹を立てまして、 雷のようにとどろく大きな吠え声を立てると丘を駆け上がりました。またもや頭がすごい勢いで飛び出してきて、大きなライオンは大砲の玉で撃たれたかのように丘を転げ落ちてしまいました。ドロシーは駆け降りてかかしを助け起こしました。ライオンもかなりボロボロで、 疲れた感じでそこにやってまいりまして「頭の飛び出す連長と戦っても無駄だよ誰にも耐えられない」と言います「じゃあどうしましょう」とドロシー「つざるを呼ぼう」「あと1回だけ命令できるんだから」 とブリキの木こりが提案しました。そうね。とドロシーは金の帽子をかぶって魔法の呪文を唱えます。猿たちはいつもながら素早くすぐさま群れのみんながドロシーの前に立っていました。ご命令はと翼猿の王様が低くお辞儀をしました。 丘を越えてカドリングの国まで運んでとドロシーは答えます。おせのままに。と王様は言ってすぐに翼ばざるたちは4人の旅人とトトを腕に抱え一緒に飛び去りました。丘の上を飛ぶとトンカチ頭たちは腹を立ててどなりまして頭を空高く打ち上げましたが 翼バザルたちには届きませんで、ドロシーと仲間たちは安全に丘を越えて、美しいカドリングの国に降ろされたのです。あなたが我々を呼び出せるのはこれが最後でした。ですからさようなら、ご幸運を。と狩猟がドロシーに言いました。さようなら、どうもありがとう。 とドロシーは答えました猿たちは空に舞い上がって一瞬でかき消えてしまいましたカドリングの国は豊かで幸福そうですどこまでも畑が広がって穀物が実っていますその間にはきちんと舗装された道路が通りきれいなさざめく小川には しっかりした橋がかかっています。柵や家や橋はみんな真っ赤に塗られています。ウィンキーの国が黄色に塗られマンチキンの国が青だったのと同じです。塔のカドリングたちは小さく太ってポチャポチャして気のいい人々のようでしたがみんな赤い服を着ていてそれが緑の草と 黄色にに熟しつつある穀物によく生えています猿たちはみんなを農場の近くにおろしてくれたので旅人4人はその農家に行ってドアをたたきましたそれを開けたのは農夫の奥さんでトロシーが何か食べ物をくださいと言うとその夫人はおいしい夕食をみんなに食べさせてくれてケーキは3種類 クッキーも四種類。トトにはミルクをくれたのでした。グリンダの城まではどのくらいですかとオトロシーは尋ねます。すぐそこだよ。南への道を行ったらすぐに着くよ。と農夫の奥さんは言いました。善良な夫人にお礼を言ってから、 みんなは元気を取り戻して畑の横を歩ききれいな橋を渡るうちに目の前にとてもきれいなお城が見えてきました。門の前には娘が三人いて金の縁取りをつけたかっこいい赤い制服を着ています。ドロシーが近づくとその一人がこう呼びかけました。 南のの国に何の御用「ここを治める良い魔女にお目にかかりに」とオドロシーは答えました「連れてってくれますか?」「お名前をどうぞグリンダにお会いになるか聞いてきますので」そこでみんなは名を名乗り兵隊娘は城に入っていきました。 そしてすぐに出てくるとドロシーとその仲間たちはすぐに中に通されることになったと言いました23良い魔女グリンダドロシーの願いを叶える。 でもグリンダに会いに行く前にみんなは部屋の一室に通されてドロシーは顔を洗って髪を溶かしましたしライオンはたてがみから埃を払いカカシは自分を叩いて精一杯かっこよくしてキコリはブリキを磨いて関節に油を差したのですみんな見栄えがするようになると 兵隊娘の後についてグリンダがルビーの玉座に座る大きな部屋にやってきました。グリンダは見るからに美しくて若かったのでした。髪は豊かな赤でくるくると流れるように肩にかかっています。ドレスは純白ですが青い目は優しそうに少女を見下ろしました。 どうしたの、お嬢ちゃん」とグリンダは尋ねましたドロシーは魔女に何もかも話しました竜巻がオズの国に連れてきたこと仲間にどうやって出会ったかそしてみんなが直面した素晴らしい冒険のことなど今私が一番望むのは カンザスに戻ることなんです。M おばさんは多分、んか私にひどいことが起きたんじゃないかと思うでしょうしそうなったらモに服装そうとするでしょうそして収穫が去年より良くならない限りヘンリーおじさんにはとてもそんなお金はないはずなんですグリンダはかがみんで心優しい少女の 上向きの優しい顔にキスをしました。その優しい心に祝福を、とグリーンだ。カンザスに戻る方法なら、確かに教えてあげられますよ。でも、こう付け加えました。でも教えたら、金の帽子を私にくださいな。 喜んで、と「とトロシーは叫びました」「だいたいもう私には役に立ちませんしあなたはこれを手に入れたら翼バザルに3回だけ命令ができるんです」「そしてたぶん私が翼バザルたちの助けがいるのもちょうど3回だけだと思うわ」とグリンダはにっこりして答えました。 そしてドロシーは金の帽子を渡して、魔法使いはカカシに言いました。ドロシーがいなくなったらどうするのエメラルドの都に戻ります。オズが支配者にしてくれたし、みんなも僕が気に入ってるんです。たった一つ心配なのは、トンカチ頭のお顔どうやって越えようかということです。 金の帽子を使って翼猿たちにあなたをエメラルドの都の門まで運ばせましょう。人々からこんなに素晴らしい支配者を奪ってはいけませんものね。とグリンダ僕は本当に素晴らしいんですかとカカシが尋ねます。非凡ですよ。 とグリンダが答えました。ブリキのキコリの方を向くとグリンダは尋ねます。ドロシーがこの国を去ったらあなたはどうするのかしら木コリは斧に寄りかかってしばらく考えました。それからこう申しました。 ウィンキーたちはとても親切にしてくれたし邪悪な魔女が死んだ後は私に国を治めて欲しがっていました私はウィンキーたちが好きですので西の国に戻れたらずっとあの国を治められたらと思うのですが翼猿への第二の命令はあなたをウィンキーたちの国に 安全に運ぶことです。脳みそはかかしのものほどは目に見えて大きくないかもしれません。でも間違いなく輝かしいですし特に磨いた時にはねウィンキーたちを間違いなく懸命かつ上手に収めることでしょう。それから魔女は大きな毛むくじゃらのライオンを見ました。 ドロシーが自分のお家に戻ったら、あなたはどうするのトンカチ頭の丘の向こうには壮大な古い森がありまして、そこに暮らす獣たちは私を王様にしてくれました。あの森に帰れさえしたら、そこで余生をとても幸せに過ごせるでしょう。 翼猿への第三の命令はあなたを森に運ぶことです。そうしたら金の帽子の力を使い果たしてしまいますから帽子を猿の王様に与えましょう。そうすれば翼猿の群れは今後ずっと自由になれますから。かかしとブリキの木こりとライオンは良い魔女の親切に 心からお礼を言いましたそしてドロシーも感激しましたあなたはお美しいだけでなく本当に善良なんですねでもまだカンザスへの帰り方を教えてくれていませんその銀の靴が砂漠を越えてあなたを運んでくれますよ とグリンダが答えました。「その力を知っていればこの国に着いたその日にでも M おばさんのところに戻れたんですよ」「でもそうしたら僕はこの素晴らしい脳みそをもらえなかった」とカカシが叫びましたお百姓さんのトウモロコシ畑で一生を過ごしていたかもしれない。 そして私も美しい心が手に入らなかった。あの森に立って錆びたままこの世の終わりを迎えたかも。とブリキのきこり。そして私は永遠に臆病だったかもしれない。森の中のどんな獣も私について何もいいことを言ってくれなかったかもしれない。 とライオンもきっぱり言いましたみんなその通りだわトートロシーそしていいお友達のお役に立てたのは嬉しいと思うでもこれでみんな一番欲しかったものが手に入ったんだしそれにみんなおめる王国をもてて喜んでいるんだからあたしはそろそろカンザスに戻りたいんです 良い魔女は言いました。その銀の靴にはね、不思議な力がいろいろあるのよ。中でも一番面白いのは、それが世界中のどこへでも散歩で運んでくれることで、その散歩のそれぞれは一瞬のうちに起こるのよ。あなたはかかとを三回打ち合わせて、 靴にどこへでも行きたいところへ運べと命令すればいいだけ。それならすぐにカンザスに連れて帰ってくれるように頼むわ。とドロシーは嬉しそうに言いました。ドロシーは腕をライオンの首に回すとキスをして大きな頭を優しくなでました。 それからブリキの木こりにもキスをしましたがこちらは関節にとって実に危険な形で泣いています。でもかかしのペンキの顔にはキスをしないで柔らかい藁を詰めた体を抱きしめることにしまして気がつくと愛すべき仲間たちとの悲しい別れでドロシー自身も泣いているのでした。 よいグリンダはルビーの玉座から立ち上がって降りてくると少女にさよならのキスをしてドロシーはグリンダが友人たちや自分に示してくれたいろいろな親切のお礼を言いましたさてドロシーは重々しくトトを腕に抱きかかえると最後にもう一度さよならを言ってから 靴のかかとを三回打ちつけてこう言いました。お家の M おばさんのところに連れて帰って。すぐに彼女は宙を舞い、それがあまりに早すぎて見えるのも感じられるのも耳をかすめる風の音だけでした。銀の靴はたった三歩進んだだけで、 そしてあまりに急に止まったので草の上で何回か転げるまで自分がどこにいるのか気がつきませんでしたでもゆっくりとドロシーは起き上がって辺りを見回しました「まあどうしましょう」と叫びましたというのも ドロシーは広いカンザスの平原に座っていて目の前にはヘンリーおじさんが古い家を竜巻に持っていかれた後で建てた新しい農家があったからですヘンリーおじさんは納屋で牛の乳搾りをしていてトトはドロシーの腕から飛び出してすさまじく吠えながら納屋の方に走っていきます立ち上がってみると 足はストッキングだけの裸足でした。銀の靴は空中飛行の途中で脱げてしまい、砂漠の中へ永遠に失われてしまったのです。二十四、お家に帰る。 M おばさんはちょうどキャベツに水をやりに家から出てきたところでしたが顔を上げると自分に向かって走ってくるドロシーが目に入りました。いとおしい子。と叫んでおばさんは少女を抱きしめて顔中にキスをしました。一体全体どこから来たんだね よろしいはおもおもしく申しました。オズの国からよ。そしてトトもいるわ。そして、ああ、エムおばさん、お家に帰れて本当に良かった。